ザレゴトシリーズは、西尾維新のデビュー作、首切りサイクル、青色サバンとザレゴト遣いをはじめとする小説シリーズ。イラストは竹が担当している。担当編集者は大田勝氏。全6タイトル9冊。外伝作品である人間シリーズ、相川淳の失敗、最強シリーズについても、本校で記述する。主人公である、僕が、周りで起きる。 殺人事件を解決へと導いていく推理小説であるが物語が進むにつれてミステリー要素は少なくなっていく。ザレゴとシリーズ全体の映画はジュベナイルトーク。講談社ノベルスより2002年2月5日から2005年11月7日にかけて刊行された。後に文庫化され、講談社文庫より2008年4月15日から2009年6月12日に かけて刊行された。新生春エンタを標榜している。第一作、首切りサイクル、青色サバンとザレごと使いは、第23回、メフィスト賞を受賞している。文芸雑誌、メフィスト上の座談会では何回も話題になった上での受賞となった。宝島社、このライトノベルがすごい。2006では、作品部門第1位を獲得した。 シリーズものであるがネタバレには配慮されており、どの巻から読んでも問題のない作りになっている。2016年5月6日にアニメ化プロジェクトが発表。同年8月20日に首切りサイクル、青色サバンとザレごと使いがシャフトによって OVA で映像化され、同年10月26日以降、全8巻で発売される。 同作者の物語シリーズとのコラボ小説、本物語として、大群話潮木レンジャー、大招き話明かりトリプル、大クエ話シリーズムロックン、代々話みここコミュニティが存在する。萌えとミステリーの融和を目指して描かれた作品であり、作中には多数の、いわゆる萌えキャラが登場し、萌え要素自体が伏線になっていることもある。 元々は推理小説として書き始められたが物語が進むにつれて人外バトル的な要素が増えていき一食いマジカルの頃にはミステリー要素はほぼ放棄されている。また西尾がキャラクターを書くのが楽しくなったという理由で萌えとミステリーの融和は二の次になっていくが萌えキャラが次々にあっさりと死んでいくという点はどの巻でもほぼ共通している。また 西尾は伝やとのインタビューの中で、本シリーズにおいて一人のキャラクターを確立させたら、タイとなるキャラクターを作るという手法を取っていることを明らかにしている。例えば、旧なぎさとザレゴト使いはコンビであると同時に、対照的なキャラクター性が持たれているほか、霊先人式はザレゴト使いのタイとなるキャラクターとして作られた。さらに、霊先人式の兄たちのように、 一人ずつ裏返したり、違いを持たせるといった手法も取られている。人間シリーズは、ザレゴトシリーズの登場人物、霊トシキをはじめとする殺人鬼、集団、霊キ一族を主役とした、ライトノベルシリーズ。イラストは、ザレゴトシリーズと同じく竹が担当している。2004年2月5日から2010年3月25日にかけて講段社ノベルスより刊行された。 全7巻。後に文庫化され、2011年12月15日から2014年10月15日にかけて講談社文庫より刊行された。講談社ノベルス版には CD ロムやカードなどが付属する。人間シリーズにはザレゴとシリーズに登場しなかった一部登場人物も登場している。シリーズ第一作、霊先葬式の人間試験は、 潮見やイルカ作画で漫画化されている。当初はパンドラに掲載され、その後、月刊アフタヌーンに移籍し、2011年11月号から2013年8月号まで連載された。前後刊。シリーズ第二作、霊咲キきしり式の人間ロックは、チョモラン作画で漫画化されている。月刊アフタヌーン2014年10月号から2016年11月号まで連載。 全4巻。物語シリーズとのコラボ小説として、今物語大札話より風画が,が存在する。相川淳の失敗相川淳の失敗は、ザレゴトシリーズの登場人物、相川淳を取り巻く人物たちが、彼女の人間像について語るライトノベルシリーズ。メフィストで2010ボリューム1から2011ボリューム2にかけて連載。言語は、 最強シリーズの発刊に伴いノベルスに収録された。最強シリーズは、ザレゴトシリーズの登場人物、相川淳を主役とした、ライトノベルシリーズ。舞台は、ザレゴトシリーズから10年程度未来、ジャンルは、ザレゴトシリーズと異なり、SF となっている。イラストは、ザレゴトシリーズと同じく竹が担当している。メフィストにて2014年ボリューム1から連載中。 講談社ノベルスより2015年4月23日から刊行されている。期間互換。物語シリーズとのコラボ小説として、今物語代表話準ビルドが存在する。声は OVA における担当声優。作品内の人物、旧渚友の説明によれば、作品内の世界は大きく4つに分けられる。以下、この区分けによって登場人物を説明する。 僕と関係者骨董アパートの住人、猫そぎラジカルでは倒壊した。僕のクラスメート一般人車道教一郎、研究施設研究局員警察関係者 ER、3システム、7グジン、ニオーミヤ、ニオーミヤ雑技団。殺し名第一位。相手が誰であっても頼まれれば殺す、殺し屋。殺戮を正しく記述のように行うため、殺戮記述集団。 二大宮雑技団と称される。文家筋も多く、沢わらび、みおつくし党五十三夜が存在する。名字は、源氏物語の格上の名に由来。文家を含めれば、最大の組織力は誇り、しかも本家、二大宮だけでも残るすべての殺し名と呪い名を相手に、しても引けを取らない、強大な戦力を持つ。対局の対局の対局の、 自偶を見たら、薙ぎ払うように仕込まれている。主に兄弟姉妹で仕事をする。闇口、闇口衆。殺し命、第二位。己がこれと決めた主君のためなら、どんな行為にも及ぶ暗殺者。そこには計算も計画も限度も限界もなく、異常なまでの忠誠心で命じられた殺人を実行する。対局は、罪口。大役島を拠点としている。霊先。 霊先一族。殺し名第三位。理由なく人を殺す、殺人鬼。人数は20から25人程度。血縁ではなく、流血で繋がっている異端のためか、殺し名で唯一対局となる、呪い名を持たない。男性が多く、女性の霊先は希少。一族体を一つの家族とみなしており、殺し名の中では珍しく、集団内の結束が非常に強い。 そのため、一人の構成員を敵に回すことは一、族全体を敵に回すことと同義であり、数人が傷つけられると一族の殺人鬼全員が、その復讐に乗り出し、標的とその関係者すべてを徹底的に殺戮する。そのため、少人数でありながらも殺しなの中でも最も恐れられ、忌み嫌われる存在となっている。無差別殺人を始める際は、個人によって、 言い回しが異なるが、霊先を始めるという。面影真心の暴走により、構成員の大半が死亡した。生き残りであるマオリと人識も、順との約束により、霊先としての活動はしていない。年齢は19歳前後と推測される5月13日に、僕と出会う。僕に出会う以前は、これという二つ名はなかったが、僕に、人間失格という異名を付けられる。 僕の待遇的存在。可愛らしい顔面に入れ墨を彫り、右耳に三連ピアス、左耳に携帯ストラップをつけており、髪を白髪まだらに染めている。身長は150センチメートル弱で、男性としては小柄。アホ毛がある。好みのタイプは、身長170センチメートル以上の背の高い女性。ナイフにも血の跡どころか血の臭いさえつけずに人を殺すことができ。 一度も帰り地を浴びたことがないという、触れ込み。反面、好みのタイプは殺さず、甘みが好き、犬が好きなどと、ある程度は、常人と同じ感性を持っている模様。放浪癖がある。曲式は、ランドセルランドに行く際、コントラファゴットを持ち込んでいる。すきの、すきの舞台。殺し命題よぎ。正義のために殺す、始末版。対局は、ハカモリ。 はかもり塔、殺し命第5位。みんなのために殺す、虐殺し、対局は、ぬぐえもり。拷問を得意とする。天服、天服正規長。殺し命第6位。きれいにするために殺す、掃除人。対局は、しぶき。石なぎ、石なぎ調査室。殺し命題のない。生きているべきでないもの、運命に背くものを殺す、死神。対局は、 トガナギ。コロシナの中でも最も得意な例外的存在で、その構成員は文字通り死の神と言われる。異質の核が違う。最下層にして特権階級。コロシナヒロシといえど、大釜を使うのは彼らだけ。ジグウ、ジグウ病院。ミサオ創術師。呪い名第一位。恐怖を司る、ミサオ創術専門集団。コロシ名。 二大宮の対局の対局の対局の存在。罪口、罪口紹介。武器職人。呪い名、第二位。殺し名、闇口の対局の存在。武器商人の集団。殺し名、墓森とも接点がある。武器に愛されるがゆえに武器による攻撃が一切通用しないという特徴を持つ。武器が体に合わなければ、体を武器に合わせればいいという概念が、 基本姿勢。キア、キア師団。呪い名第3位。殺し名、ススキノの対局の存在。基地のものから未知のものまで、ありと、あらゆる毒を体に仕込んで使う、病毒使い。あらゆる毒を風でも移すかのように相手に移していく。ながそのためほとんどのものが、ドーピング教であり、短命ぬぐえもおり、ぬぐえもり動物園。飼育員。呪い名第4位。 殺し名、墓森の対局の存在。脳内干渉の使い手。しぶき、しぶき製作所。支配人、呪い名第5位。殺し名、天福の対局の存在。身体支配の使い手。死の発音が死となる方言が特徴。トガナギ、トガナギ等。預言者、呪い名第6位。殺し名、石なぎの対局の存在。 ナオキさん重視暴力の世界でも、屈指のプレイヤー集団。人数が少ないために殺しなには含まれていないが、個々人の実力はそれに匹敵する。血縁関係はなく、ナオキヒエんと彼の弟子で構成されている。キツレ川研究所研究員13、階段西東天が理想を成就するために集めた異能集団で、天のカリスマに引き付けられて集まったとも言える。 既存のメンバーが抜けるごとに段位が繰り上がる。メンバーの入れ替わりが激しい。13階段という名前は、二大宮やリズミが命名した。能力以外にも、西東天の個人的な執行から、メガネという重要な入段条件がある。その他急な岐阜機関に本における数少ない、財閥家系の一つであり、その最上モデル。関連企業に、参加企業の数は2万1200以上。 世界中に影響力を持ち、一がいい、三坂木、鹿羽根、五鳥で、陸か瀬、の名を飛ばして、八元そしてそれらを束ねる、急なぎさ。西日本に陣取るこれらの組織で、一世界を築いている。本部は、兵庫県南東部の神戸、芦屋、西宮の三市にまたがっている。の名は存在しない組織と言われているが、実際は存在している模様。 持に一教関係者ガラスの濡れは島に招待された、人々西東典に指示された闇口濡れ犬によって暗殺される私立、清志由里学園関係者、相川淳と関係者サイバーテロ集団20世紀末に日本で暗躍した集団。僕が帰国した時期を境に自然解体している。正式な故障はなく、メンバーそれぞれが好き勝手に名前を付けている。狩猟である、 急なぎさは仲間と呼ぶ。急なぎさとものための集団であり、全員が急なぎさともを崇拝している。急なぎさにとって僕の代わりのような存在で、本人たちもそのことを理解しているため、僕のことを嫌っている。地球外生物、深海生物、首切りサイクル翻訳版のデータを掲載する。二千十六年五月六日に、ザレゴトシリーズのアニメ化が発表され、 2016年8月20日にシリーズ第一作首切りサイクル青色サバンとザレごと使いのアニメ化となることが発表された。全8巻による OVA で2016年10月26日より毎月発売される予定だったが第3巻以降は1ヶ月延期、第6巻以降はさらに1ヶ月延期、第7巻以降はさらに2ヶ月延期される。制作は 西洋作品の物語シリーズを制作したシャフトと辛抱秋雪が担当する。各館には副音声として最強シリーズの登場人物によるオーディオコメンタリー、キャラクターコメンタリーが付属する。10年以上前のドキュメント映像を現在進行中のシリーズの登場人物が見るという形が取られている。制作のきっかけはプロデューサー。 岩上厚弘が2002年に原作を読んだことだった。頑丈は、ザレ事シリーズを、どのような形で、アニメ化するか考えていくうちに、ザレ事シリーズだけでなく、西尾作品全体の展開を考えるようになり、そして生まれたのが、西尾維新、アニメプロジェクトだった。同プロジェクトにより、物語シリーズと刀子は、テレビアニメ化されたが、首切りサイクルが、 テレビアニメではなく OVA になったのは長編ミステリーを1クールで放送する場合視聴者の混乱が予想されるテレビで毎週映像を制作しようとすると求めるクオリティに達しにくくなることがあるテレビアニメが増加している中で本当にザレごシリーズが好きな人に届けるためには OVA という媒体が良いのではないかといった理由によるメインターゲットは かつて原作にハマった20代から30代の男女となっている。同じ西尾維新原作でシャフト制作のアニメ物語シリーズとはある程度雰囲気を変えるよう考えられている。物語シリーズでは短いカットを積んで緊迫感を出しているが本作品ではこの表現をあまり使用していない。また物語シリーズにおける 文字のテロップを短く出すという演出も、なるべくしないようにし、ギャグのような描写も控えられている。言葉の読み方やイントネーションは、西尾維新が監修している。例先葬式の人間試験に関するカテゴリー、霊先奇尻式の人間ノックに関するカテゴリー、首切りサイクル、青色サバンとザレ事ト遣いに関するカテゴリー。ありがとうございます。